こんにちは、競馬ブック美穂編集局で、主に編集業務を担当しています山下です。普段編集業務とともに、北馬場で調教を見ているんですけれども、その北馬場で、今週良かった馬を推奨馬に挙げたいと思います。日曜日の新潟6レース、メイクレビュー新潟の黄金チャチャ、これを推奨馬としたいと思います。今週はですね、北馬場 C コースで、すでに2戦してます、K という馬と合わせ馬での追い切りでした。5波論68秒4というのは、まあ、そう早い時計ではないんですけれども、先行して、まあ、ジョッキー騎乗していたとはいえ終始馬内での時計です。追走していた並走馬は、最後いっぱいに追われてくるんですけれども、でまあ、結果これと導入という形にはなるんですけども、まあ、この黄金チャチャっていう馬はもうずっと終始馬なりで、導入と、動きに余裕を感じさせ、能力の高さを見せる追い切りだったと思います。ここまでデビューの追い切りがですね、攻めの本数はそう多くないんですけれども、先週は南馬場の、本馬場で5波論64秒1、姉妹は1波論11秒4と早い時計をマークしているように、まあ、今週の攻めも含めて体勢は整ったと判断していいんじゃないでしょうか。日曜日のレースは、吉田豊騎手が騎乗をするんですけれども、普段の追い切りは高野騎手がつけているんですけれども、この高野騎手に感触を聞いたところ、スピードがあって発馬も速いです。チップでも問題なく動きますし走る馬だと思います。まだ物見をするようなところはありますが、普通に走ってくれれば初戦からいいと思いますと、好感触を伝えてくれました。というわけで、日曜日の新潟6レース、この馬から勝負したいと思います。まあ、新馬戦ということでちょっと相手が難しいところもあるので、まずはこの馬の単勝と副賞でまずは勝負と。でまたこの馬の3連単1着固定とする3連単を買いたいと思います。で相手は、6頭なんですけども、サンライズ・ウォー、湘南アンカー、エーシン・マリーン、ステキ・トワイライト、ティアップ・サニー、サマー・カイラの6点、この6点で、3連単1着軸固定の、30点で、買いたいと思います。以上です。